そうよ、昨日ね、ビデモノの企画やって朝です。今日は一日編集します。いやまあ溜まってんでね、結構。いやホステル泊まってる時にやっとかないと。あ、でも美味しそうな飯あったよ、目の前。座ってくれなくね。確かに。あ、じゃあ、どうなっても。あ、ここだね。ここだな。うまそうだな。てか人気、なんか賑わってね。っていうか俺米の気分。俺のオムレットライスです。マービン、やめろやめろやめろ。Thank you。 酔いがか。めっちゃ入った。まあまあ、辛いね。ああ、うまおろし。今日もうめっちゃ編集したからお腹空いちゃったな。なんか食べるものないかな。あった。いや、これ多分シュリンプだと45度かなんじゃないか。イエーイ。イエーイ。はい、急に出てきましたね。いや、うまそう。うまそうだね。まあ俺的にはちょっと少ないけどね。あ、うめえ。いやパクチーがね、羨ましい。パクチー大好きだから俺。ただね、米がね、ここの米あんまり美味しくない。あ、そう。じゃあ俺のも食べていきましょうかね。僕のはこれですね、空心菜と豚の炒め物みたいなね。はい、行きましょう。ちょっともうピーと絶対合わないやろ。うまっ。あ、俺のはね、揚げてあるわ。じゃあ俺、米別にうまいですね。このままの時なんかもうバサバサであんまりやって。でもうめえ。お前もともとカレー全部混ぜて食う食べる。うん、俺ちゃんと分けて食う。混ぜ派だから。完食したぜ。イエーイ。イエホステルの朝ごはん一回もまだ食べてないよ。もう知ってる。行くぞ。ホステルでね、まだ一回も朝ごはんを食べれてなかったので食べたいと思いますね。ウォーターもあるね。そうですよ、うん、だからまあこの水を飲むかどうかは置いといて。私のところのあれじゃない、各屋台のオムレットオンラインスの味評価じゃない。いただきます。お前の方がちゃんとめちゃめちゃ綺麗できたオムレット。形がそれはおばさんが俺の方が好き。
うやってお前のこと好きになった本当に顔顔かありえるうまおろしいやマジでうまいあのねだからシンプルにこっちはねポンク入ってんだよいや俺絶対うめえと思うよそのスープに米をつけるほぼ味ないお前の食レポ欲しいかなお前の食レポ欲しいと思うよって言ってくれんいらんと思うよって言おうとしたどうする黙お前も欲しいよねみんなねそんなねしょうがない見してやろうありがとうございます今ねそのファームさんのイングリッシュスクールのところで起きてあそこの下にみんないますねこの目の前にある扇風機が死ぬほどうるさいですおはよう意外とよく寝れるよねここまあめっちゃ暑いけどね俺はお前の方そっちあの扇風機があるからかもしれないこっち死ぬほど俺はめっちゃ汗かいてるよおおいただきますいただきますもう大塚の食べるシーン見飽きたから女の子の食べるとこを映してきゃいいっしょ間違いないおいしい。おいしい。アロイ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 。ヤミ。いやこのトムヤムね、トムヤム史上一番うめ。これちゃんと100バーツするやつだからね。それはおいしいよ。ジュンちゃん and ユウちゃん。ナイス。ナイス。How do you feel? うまおろし。And you? Wait, wait, wait. アロおろし。俺も何だったんじゃない俺。In Japanese, we say ごちそうさま。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 うまかった満腹になりましたねねえ久しぶりにこんなに食べたね全部で340円こんだけ食って340円ですねちょっと何が何円かっていうのは皆さんタイ語で検索してくださいさーて今、まあ、僕はもう勝ち抜けしたんですけど今じじ抜きをやってますベビーパウダー俺はお前に受けて欲しかったバッドガイバッドガイよかったな敵だなっちったなやらなっちったやりたかった全然俺ら負けれねえもん全然負けれねえじゃねえかよ俺ら YouTuber だけじゃねえよお前が